人口11万人台最強都市決定大会敗者復活戦小樽市 VS 東大見市 VS 秋島市 VS 東久留米市 VS 生駒市 VS 延岡市、様々な都市データをランダムに対戦させ論より証拠の10連戦で勝ち抜き都市を決めます。上位3都市が準決勝進出。最後に準決勝組み合わせを発表します。1試合目、小売業年間商品販売額と地方税などの秋島市の圧勝。小売業リバ面積の延岡市が2位。1試合目、飲食店数と小売業従業員数の小樽市の競り勝ち。卸売業販売額の秋島市が2位。3試合目、人口増加率の秋島市の1点差勝ち。人口密度の東久留米市が2位。第3試合終了時点の順位、秋島市が絶好の序盤戦、小樽市が追います。4試合目、地方税と小売販売額の秋島市の解消。実質交際比率の東久留米市が2位。5試合目、出生数と製造業アーフ価格額の東大見市と経常収支率の秋島市が同点勝利。第5試合終了時点、秋島市独走、延岡市が2位浮上。6試合目、建設業売上の延岡市の競り勝ち。梶内入間人口密度の東久留米市が2位。第6試合終了時点、延岡市が2位を固めています。7試合目、商業販売額と人口増加率の秋島市の僅差勝ち。製造品出荷額の東大見市が2位。第7試合終了時点、延岡、東久留米、東大見の2位争い。8試合目、小売業販売額の秋島市の1点差勝ち。学術研究業の延岡市が2位。第8試合終了時点、東大見、東久留米、小樽の3位争いが激化。9試合目、課税対象所得年少人口の生駒市の勝利。秋島市と延岡市が2位。第9試合終了時点、最後の3位の岡はどこになるか。最終戦、経常収支率財政力指数の秋島市の勝利。情報通信業売上の生駒市が2位。全10試合の最終結果が出ました。秋島市勝ち点85、延岡市勝ち点49、東久留米市勝ち点35、東大見市勝ち点32、小樽市勝ち点27、生駒市勝ち点22。秋島市が格の違いの強さで優勝、延岡市が安定した強さで2位を確保。注目の最後の3位枠は東久留米市が勝ち取っています。東大見市、小樽市、生駒市は惜しくも敗者復活失敗となりました。これで準決勝進出の15都市が決まりました。組み合わせは勝ち抜き15都市の人口順たすき書きをした以下とします。各ブロックの2位以内と今回の敗者復活3位の都市は緑色に記した15都市なので、組み分けは以下の通りとなります。準決勝 A 組が門真市、新居浜市、浦添市、彦根市、長浜市。準決勝 B 組が延岡市、佐野市、東久留米市、東海市、大牟田市。準決勝 C 組が半田市、会津若松市、掛川市、秋島市、白山市。各組上位2都市が決勝進出となります。対戦は次回以降に行っていきます。最後に敗者復活戦に参戦した6都市のデータを一気に全紹介しつつこの動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひとも高評価とチャンネル登録などよろしくお願いいたします。また動画の感想コメントやリクエストをお待ちしております。次から始まる準決勝の戦いもぜひお待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。